皆さんこんにちは。本日も始まりました。毎週金曜日14時から放送しておりますクリエイターズ。本日は琉球アイドルマイチューと琉球アイドルからマリーが来てます。本日は2人でお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんと高山さんが出演できないということで急遽はいゲットとして、何ヶ月ぶりだろう。そうだね、久しぶりっちゃ久しぶりよね。はい、マリ来ちゃいました。最近はだいたいはるかが来てたかな、うん、って感じだった。 あとなんか私リュードル の、 10周年のゴールデンウィークの ラジオ配信とかも見ては、うんうん、見てる側になっちゃってたんで。そうだね、本当に久しぶりです。でもそんな感じしないけどね。本当ですか、うん、ちょっと緊張してますよ。本当に。なんか全然そんな気はしてない。あ、でも結構遊びに来てましたからね。そうそう。そっか、はい、ね、嬉しいです。とってもお手柔らかに。ね、本当に なかなか私もなんか進行任せてる側なのでいつもちょっと不安はありますけれども、はい、2人でなんとか1時間、ね、お届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、お付き合いください。よろしくお願いいたします。でなんとね、ちょっとだけじゃ高山さんのことに触れてあげます。お、なんか明日誕生日なんですけど、そうなんだ。そうだから私もねお祝いしていただいた身なので、なんかお祝いしてあげたかったんですけど、なんか出れないっていうから。そうそう、まあ、でもおめでとうございます。おめでとうございます。みんな祝われてたよって言っておいてください。はい。心からのおめでとうございます。ね、いつもありがとうございます。ね、何かしらあるとなんかお花届けてくれるんで、ね、いつも本当に綺麗なお花を届けてくださるので。はい、ね、お、みんな、なんかパチパチしてくれてます ね。メッセージも来てますね。明日誕生日なのか。そうなんです、明日だったはず。ね、だったはず、多分明日だったはず。実はうちのママも今日誕生日なんですよ。そうらしいね。はい、マリのお母さんが今日誕生日です。9月多いよねってさっき話してた。はい、本当にうちのお姉ちゃんも9月生まれで、お母さんも9月生まれで。何日だっけ、お姉さん。姉ちゃんは9月の5日。あ、一緒か。一緒だったんですよ。毎日だったんですよ。そうだ、一緒で。はい、ね、実は私の姉も9月生まれなんで。本当にそう、9月生まれ多いよね。多いなってすごく思いますよ ね。じゃあ9月生まれの皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。まいちゅうさんもおめでとうございました。そんな感じでね、はい、なんか沖縄はまだまだ暑いんですけど、暑いですね、でも最近なんか台風去って夜は涼しくなったりとか、ね、ちょっと風が吹いて、ちょっとだけね、本当にちょっとだけなんか2度ぐらい下がったかなぐらいで、だけどなんか涼しくなりつつありますけれども、なんか県外はまあまあ涼しいのかな。なんか聞きますよね、沖縄にこのライブとか見に遊びに、うんうん、来てくださった皆さんとかがこの帰られた時に涼しいとか、涼しいってね、秋とか沖縄暑いとか、ね、そうだ、24度ぐらいですね今。沖縄が、あ、沖縄は、沖縄30度あるけど、あ、だいぶ違いますね。県外は24とかだ、うん、秋ですね。秋ですよ。なんか沖縄はなんかまだまだそういう話早いんじゃないかって思うんですけれども、本日はね秋についてちょっとなんか9月といえば秋みたいなところがあるから。そうですよね。そうそうそう、この新学期も始まってなんかちょっと雰囲気が、そう、なんか月見の時期みたいなところあるから、9月だからね、ちょっと秋について話していきたいなって思ってるんですけれども、はい、なんか丸々の秋ってあるじゃないですか。ありますね、いろいろと。そう、なんか読書とか、うんうんうん、なんだ、食欲、運動、あ、スポーツか、あー、スポーツの秋、運動会ありますからね。そっか、そうだね。なんか
触れないと分かんないけどそうそう、だから何の秋かなって思って、あラジオ聞いてくださってる皆さんも何の秋だ、はい、秋とか ね, ねあったら、お沖縄大好きさん、リュートルの秋、あら嬉しい、リュードル、そうしよう年中そうしてあげよう、ね、リュードルの春とリュードルの夏とリュードルの秋とリュードルの冬でコンサート名みたいな、あいいですね、秋の陣みたいなそうそう、ね、マリさんは何の秋、私ですか、今年って言ったらいいのかな、あ なんか結構、うん、今まではご飯とか食べる食欲の秋って感じだったんですけど、秋と言いますかハマってるゲームがあって、最近この9月だったかな、販売が、うん、今月発売がだったんですけど、なんかスプラトゥーン3にハマってまして、スプラトゥーンはさ、あれ、はい、スイッチのやつ、スイッチのやつですね、スイッチしかないスプラトゥーン、いや多分いろいろあるんじゃないですか、わかんないです、私も3から始めたので、最近のやつじゃん、最近のやつです、へ、始めちゃって、うん、本当は絶対にハマると思ってたんで始めないようにしてたんですけど、うん、沼るからね、案の定ハマっちゃいまして、へ、はい、もうずっとスイッチをこう触ってますね、へ、そうだ、いや大変ですよ、でも楽しいんですよ、やっぱ、でも3から始めたの、はい、3から始めました、すごい、ね、なんか難しいって聞くのよ、あのスプラトゥーン、あー、そうそうそう、ですよね、なんかでもなんかなんて言うんですかね、一応興味はあって、もともと興味があって、はいはい、なんかよく見るじゃないですか、スプラトゥーンって話題、なんか話も結構聞くんですよ、ね、なんかこのそうスイッチといえばみたいなとこあるかもしれない、うんうんうん、だからちょっとやってみようかなと思って買っちゃいました、大変ですね、まいちゅうさんもやりましょうよ、なんかゲームやりますよね、まいちゅうさん意外とゲーム、うーん、スイッチのゲームでもあんまやんないけどね、本当です か, なんかやるって言ってもなんか一時的にハマるだけで、しかもあマリカーとか、あとマリオパーティーみたいなイメージありますよね、しかできんえでも本当に簡単な操作しかできない、なんか FPS ゲームとか前されてたじゃないですか、この、うん、荒野行動みたいな、そういう系のゲームよりは自分簡単なんじゃないかなって思ってて、なんかああいうのって武器の種類とか、なんか銃こういうのがあるよみたいな、うんうんうん、とか覚えないといけないじゃないですか、ね、しかもその実際になんか出てから自分でいろいろと集めて、うんうん、で自分でこうなんか武器を作り上げて、それで最後まで生き残るみたいな感じじゃないですか、はい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 、そういうあれではなくて、なんか自分が好きな武器最初から持ってて、それでダーって色塗ってみたいな感じなので簡単に遊べるんですよ、なんかそれってなんかまずスプラトゥーンあんまり分かってないんですけど、あなんかどういう感じでこのまず勝負するなんかゲームなの、勝負するゲームです、なんか敵と味方みたいな、なんか1対1ではない、1対1ではないです、チーム戦ですねほうほうほう、4対4ぐらいで、はいはいはい、一応個人で進めるストーリーもあるんですけど、はいはい、多分みんなそのオンラインで対戦してるのかなって思いますよ、ああオンラインで4対4でこの知らない人、知らない人とチーム組んだりとかして、はいはいはい、でこのなんかバトルフィールドのこの色を塗り合うんですよ、はいはい、お互い、はい、で、うんうん、なんかこの色の面積が大きい方が勝ちみたいな、なるほど、勝負だったり、あとはこの決められた場所を自分のチームの色で塗って、それを何秒間キープしたら勝ちとか、お互い塗り合うんだ、だから塗り合っててその数字のカウントが止まったりとかもするんですけど、あみたいな、いろいろと種類があるんですけど勝負にも、なるほどね、はい、4対4が基本 で, じゃでたくさん塗ればいいってこと、あそういうことです、そういうことです、本当に敵と戦うわけではない、あ戦います、あれその敵は自分の色自分が持ってるなんか銃とか武器で敵撃ったら敵が倒れちゃうんですよ、はいはいはい、倒れてもう一回この復活するまでの間にまたわーって塗って、それをなんかこう攻め合うみたいな、あなんかあれか、この敵も倒しつつ塗らなきゃいけないみたいな、そんな感じです、そんな感じです、本当になるほど、はい、難しそうだな、でも楽しいですよ、とってもハマると怖そうだね、シンプルだからハマると怖いと、ハマると怖いですよ、いやでも本当に今ゲームの秋してます、本当にそうだね、はい、
まあ、一応私の姉もスプラトゥーンやってて最近そうなんか、ま、最近毎日のようにやってるんですよ、うちの姉が。あそうなんかスプラトゥーンやってるなみたいな感じで思ってたらマリさんも始めたって言うからあこれはハマるやつだってなって、マイチューさんもやりましょうよ。やってみようかな。マイチューさんのお姉さんと私とマイチューさんとあと一人誰か誘ってチーム組みましょう。大丈夫かな。そういうこともできるってことだよね。できますできますできます。面白いね。ね。本当に。教えてもらおう。3なんだよね。3やってますね。マイチューさん始めたらじゃあ連絡ください。オッケー。マイチューさんは何の秋ですか。私そうだな、私もでもずっとなんか食欲の秋みたいなところあったけど、あら、あったけど、まあ、でもなんかそうだな、スポーツの秋にしなきゃいけなさそうな雰囲気よねそうなんですかそう最近あれですよ、あのやっと走り始めまして。あそうそう、この前ツイッターでつぶやいてましたよね。そう走ってきた、10キロを走ったんですっけ。そうそうそう、10キロだったかな、まあ、それぐらい、うん、ぐらい走って、でもう一回あ、まあ、なんか走れる時に走ってはいるんですけどねえ、なんかみんなの顔を思い浮かべながら負けないぞって走ってる。私もハーフマラソンは走ったことあるんですよ。ね、言ってたね。ハーフマラソンとか走ってるとなんか2時間とか、まあ、1時間とかいろいろ走るじゃないですか、うん、時間、はいはい、なんか私はそのすごいあのよくないんですけど、うん、マジで練習しないで出たんですよ、ね、言ってたよねなんかすごいけどね、あの、まあ、リュードル、うん、その時入ってたんだっけ、入ってなかったんだっけ、入ってないんじゃない、入ってない時か、うん、入ってない時で、うん、でなんか元々バスケやってたんですよ。あ、はいはい、まあ数年前の話なんですけど、うんうんうん、だからいけるんじゃないと思って、駅伝もやってたし、はい、てた、なんかだからいけるでしょうと思ってて、でしかも存在を忘れてて大会にエントリーしたのに、うわっ、え、本当に、じゃあ出た理由が友達がなんかこの学校の友達、大学の友達がなんか大学で出るみたいな、うん、はいはい、って言ってて、出ようよって言われて、うん、あ、いいよくらいでやばい、返事しちゃって、うん、それでなんかその返事したことも忘れてて、でもうすぐだよって言われて、嘘ってなって一回だけ走ったんですけど、うん、その練習で、うんうん、でそのまんま勢いで本番やって、なんか長いんですよ時間が。あ、うん、なんか友達と一緒に走るけど、なんかまあ走ってるから後半のことを考えると、あまり前半でこうゆっくり喋って走ってたら良くないのかなって思って、うん、まああんまり喋らずに、うんうん、まあ黙々と走ってたんですよ。そしたらなんか案の定なんかなんて言うんですかね、この走ってる間が苦痛になっちゃって、なんかやることがないじゃないですか。やってるんだけど走ってはいるんだけど、なんか考え事をしてもだんだんなんか考えることもなくなってきて、うん、あーみたいな。まあでも景色とか楽しかったんですけどね、うんうん、その時は。だからなんか周り見たらみんなイヤホンとかつけてるんですよ。あー別にいいんだ。そうだから、あ、それがあったかと思って。なんか毎中さん走る時なんかやってます？いや私さ、なんか自分の中でさ呼吸のリズムがあって。あ、わかりますわかります。そうだから音楽かけるとダメなんよ。あ、逆にあ、でもわかるかもしれない。なんかその音楽のリズムに合わせて走っちゃうから、あ、なんか走れなくなるの。なんか速いと速くなるしみたいな単純なのよ。逆にバラードが流れたら超スローテンポみたいな、それに合わせて走っちゃうから、うん、そう、なんかだから音楽聴きながら走りたいんだけどさ、本当は。あ、絶対楽しいじゃんその方が。そうですよ、ね、絶対その方がいいけど、うんうん、なんか自分の中でなんかリズムがあるから、あ、どうしても聞けないんだよね。もう MJ さんも那覇マラソンに向けて練習されてるみたいです、ね、すごい、もしかしたらねマラソンの時、ね、遭遇するかもしれないちょ練習方法教えてほしいな。本当に私逆にでも昔その長距離駅伝やってた時は、はいはい、この自分のテンポの曲があって、ちょうど、あ、うん、なんかありそうだよね。でもちょうどいい曲があって、それを永遠と頭の中でループするみたいな走り方をしてました、はいはい、ああ、なんか自分に合った曲だけ選曲して、ああ、ね、プレイリスト作ってみたいな、その方がいいのかな。だからこの
走る速さ。あへえ、そっか。いやでも本当に何時間もありますからね。すごい。あすごい、キヨさんからフルは30回以上完走してます。え、教えてほしい。瀬戸り組んできますね。あーすごい。やっぱ音楽聴かれてるんですかね。そうだね。そっか。え、30回ってすごいですね。すごすぎん。おいくつから参加されてるんだろう。だからさ、確かに。おすごいな。なんかマジで練習方法知りたい。うんうん。ね。なんかよくランニングするよっていう人はどういう感じでランニングされてるのかっていう ね知りたい。なんか私多分そんなに長くは走らないから やったとしても、うん、なんかスッてなんか終わっちゃうけど、そうだ、ね、やっぱなんかその自分との戦いになるじゃないですか、うん、そう、その時間があるとやっぱ、うん、その辺がマジでそうなんだよね、自分との戦いですよね、長距離って。なんか体力は持つんだけど足が動かなくなってくるのよ。あそう、だからまず筋力をつけた方がいいのか、うんうんうん、なんか距離伸ばすより先に筋力つけてから走った方がいいのかとか、あ、ね、ちょっと教えてほしい。私一回歩いたらもうダメなんですよ。わかる、わかります、わかる、めっちゃわかる。一回歩いたら走り出せなくなっちゃうから、もうどんなに絶対止まれないなと思ってる。なんかすごい坂道でも絶対歩かないで、せめてなんか走るゆっくりでもいいからみたいな雰囲気は走るみたいな。わかる、ありますよね。なんか一回走り始めた時に靴ひもが取れちゃって、うん、あ一回止まって結んだの。はい。でもう一回走り始めるとめちゃくちゃきつくて、あ、私これずっと走り続けなきゃいけないタイプの人だと思ってきついなと思って。止まったらしんどいですよね。そう、わかります、わかります。40キロをずっと走り続けなきゃいけないんだってなると、40ってすごいですよね。大丈夫かなって。フルマラソン本当にね、皆さんぜひなんか走る時のコツとかポイントとか ね教えてください。完走された方結構ね今コメントとかメッセージが来てると思うんで、ぜひぜひお願いします。お願いします。聞きたいようちのお父さんも実は走った、フルマラソン何回か完走されして してるんですよね。すげー、聞いてみよう、ねね、トレーニングの方法教えてって。いつも走りに行ってるんですけどね、お父さん。あ、じゃあそう、お気に入りの帽子かぶって。かわいいねお気に入りの帽子買おうかな、じゃあお気に入りの帽子、紺色のキャップをかぶっていつも行けますね。お気に入りのキャップ、じゃあなんか買って気分上げようかないつもだいたい夜なんだけどね、走ってんの。でもお父さんも夕方なんですけど帽子かぶってますよ。じゃあかぶろうじゃあかぶってはい、ね、ぜひぜひ皆さんも秋といえばみたいなのがあればどしどしメッセージください。うわ、ちょっと来ましたね、 MG さんが週5回10キロ走るって。ちょっと5回10キロ、やばいな、たまに20キロもうわーきついね。はあ、週5回か、週5か、むずいな。週5走らなきゃいけないのか、時間の確保がむずいね。ライブがレッスンがあるじゃないですか、うん、琉球アイドル火曜日が定期ライブで木曜日がレッスン、どうしようかな月水金土日走るしかない土日もうじゃあ土日もなんかね、まあ、ライブでくたくたになった後に10キロ食ってもう走って帰ればいいんじゃないですか。うわ、辛いちょっとあれね、はるかにカバンお願いしといて、あ、走って帰るみたいな。距離足りなさそうだけどね走って帰るね、遠回りして。もう3週ぐらいする往復あーすごいですね。なんか、マジか、この運動を習慣でできる人って本当にすごいなって思ってて、ね、ね、なんかちょっと看護師っぽい発言になっちゃうけどいや本当にすごい、とてもいい習慣ですよね、うん、運動習慣すごい。あ、MG さん優しい、2日くらい休んだ方がいい、週2回はね休んだ方がいいよね。そう、この間走った時に膝を痛めてそうだからなんかなんていうの、体力持つけどどこかしら痛くなっちゃって、あ、だからちょっと体作り先だったかなと思って悩んでる今。
マラソンに向けての体作りって何なんだろう。難くない？何？なんかしかも踊ってるのに膝痛くなるんだと思って。確かになんか踊ってて膝痛いとかじゃなくて、うん、走り始めて膝痛いな。そう、走って膝痛くなったから、なんかこの使ってるなんかやつ、なんていうの、使ってる筋力とか骨とかが違うのかなと思って。まあ、でも違うんじゃないですかね。なんかなんていうんですかね、踊ってるとどうしてもなんかストップする筋肉とかあるじゃないですか。ね、そこは多分走ってたらつかない筋肉じゃないですか。確かに。なんかさ、あれだ、なんか踊りってさ、どちらかといえばなんか横移動が多いじゃん。あ、前にこうやって進むことってあんまないじゃん。あ走るみたいな振り付けってあんまりないなって思った。ないですよね。多分私あの最なんかもう本当に 50m 走とか 100m 走とかしてないじゃないですか、うん、最近みんな、うんうん、多分やったらなんか今までの感覚で走り始めて体が追いつかないみたいなことになりそうで怖くて、ね、でも全力で走る機会ってもうなくないですか。うーん、ない。うん、遅くなってそうだしね。怖い。ちょっと走りましょう。全力で全力坂しましょう。坂走りましょう。わ、いいね。なんか坂多いらしいから、フルマラソン。あ、本当ですか。そう、なんか坂多いって聞いたから。じゃあ坂道の時呼んでください。今から坂登ります、行くねって車で坂道まで行って。おい、坂道だけ並走して。絶対足痛いよそれ。だからちょっとなんか痛めるとさ、数日練習できんやん。そうですね。そうだからなんか本当になんか練習方法を聞きたいな。ああね、その熟練のマラソンランナーさんの練習メニュー聞きたいですね。あ、ニールさんから、歩くのは得意です。おお、私も歩くの好きだよ。まやちさん歩くの早いですよね。早い？なんか早いっていうか、多分そんなに遅くはないとは思うんですけど、うん、あ、遅くじゃない、早くはないと思うんですけど、うん、なんかこの琉球アイドルで遠征とかするとなんか私と前中さんだけスターって歩いてって、後ろがなんか実は遠いみたいな、 50m ぐらい気づいたら慣れてるみたいな、そうことあるじゃないですか。うん、何なんだろうとは思いますよね。早いのかな、でも遅っそって思ってそんな歩くの遅いみたいな。一応なんか私もタラタラしないでお願いみたいな感じになる。私も早く遅くはない方なのかな、うん、だから遠征の時とか特になんか焦ってるから。そうですよね。そうそう、この電車の時間に追われるじゃないですけど、そうそう、ライブハウスに着かないといけないとか、そうで間違えた時の場合を考えて早めに、そう、急いで行動したいから、キュ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 って行くんだけど気づいたら後ろがいないみたいな、やばいやばいやばいみたいな。ありますよね。なんか一回電車ではぐれました、はぐれた、私の前中さんだけ降りて残りが残るみたいな、うん、そうそうそう、電車から降りれずにドア閉まるみたいな。じゃ入らなかったんだよ、うちらが先に電車に乗っちゃって、ホームであーみたいな、あれってなって、そう、置いてきぼり、ホームに置いてきぼりにされる、ありましたね。民みたいな。一回だけ私あのこのどこだったっけな、福岡の遠征の時に、うん、なんか私が後ろからこの、うん、なんか何、みんなのお尻をたたけば速くなるんじゃないかって思ったんですよ、歩くのが。うん、なんかでも私も電車に乗り遅れそうになって、そしたら怖い怖い怖い、だから難しいと思って。なんだろう、ね、何の差なんだろう、何なんだろう。一緒に歩いてた方何名か置いてっちゃったし、その時そうね、そう、一緒に来たあの電車に同じ電車に乗るってしてた方が、うんうんうん、乗れなくて、あーってなりましたよね。どうしたらいいんだろうね。うん、ネモジンさんから、スポーツ大会やりましょう。やりたい、マジで本当にやりたい。やりましょう。スポーツ大会って何する、何したらいい、運動会的な、あー、かけっこリレーみたいな。前もねラジオで話してて、うん、スポーツ大会、でもリュードル今8人いるじゃないですか。いるね。4-4でいけそうじゃないですか。いける4-4 で運動会いける。ここアイラちゃん入れていいじゃん。だってちょっと待って待って、ちょっと待ってちょっと待って、いやでもリュードル普通にかけっこ苦手なメンバーいますよ。いますよ。みんな苦手じゃない、うん、なんなら、うん、みんな苦手そうじゃん、うん、みんな長距離とかにした方がいいんじゃないですか。長距離ね、長距離大丈夫。でもなんか1500ぐらいだったら怪我しない程度にこう、そうだ、ね、みんななんていうんですかね、ま、みんなの負けず嫌いが見れるみたいな。そうですね、確かに面白そうじゃないですか。ね、スポーツ大会やりたいですね。やりたいね。何したらいいんだろう。玉入れとか、玉
トメルしたい。あ、トメルしましょう。トメルめっちゃしたい。私絶対有利ですよね。確かに一番身長が高いから。じゃあ大きい人用のやつ作ってる。なんで？あの太田さんと あのマリさん用のなんか。あ、待って、私そっち側の。なんで私ファンの皆さんと同じメンバーじゃないのね。そんな。いや、あかりちゃん、はるか、あいらちゃん用のやつ。ああの同じぐらいのね、身長がね、ちっちゃい子たち用のね。用のやつと普通ぐらいの身長の人用と大きい人用。私も普通ですからね。そんな大きい自覚はないですよ。大きい。私は私の中で普通なんですよ。ね。楽しそう。狙い定めて入れる。やりたいですね。スポーツ大会。やりたいな。ちょっとね。体育館借りてやりたい。そうね、でもリレーとかは多分なんかみんなも多分やばいからちょっと足がとか次の日とかに響くことになりそうだから、うん、なんか思いっきり走りたくなってきました。なんか全然思いっきり走ってないな最近って思って。そうだよ、なんか全力で駆け回りたくなりました。なんか見られたくないかも。でも誰も見てないとこで全力で走るのもやばくないでしょ。そうだけど、全力で走ってる姿見られたくなくない？なんか、あ、てかそもそも自分の走ってる姿あんまり見られたくなくて私。ああ、でもちょっとわかるかもしれない。そうだから、なんか曲の中でさ、ちょっとだけ走る振りとかあるじゃん。ありますね。あれ見ないでって思いながら走ってる。あんな3秒ぐらい走るようなあれでもですか。見ないでって思って走ってる。なんかキモそう、自分の走ってる姿。ああ、でも私もめちゃくちゃ走り方に癖あるっていろんな人に言われるんですよ。ありそう。運動会の時もそうだし。ありそう。だからあんまり見られたくないかもしれない。あの腕回すタイプもしかして。頭が動くんですよ。本当になんかわかんないんですけど。想像できるなよ。首が動く、首っていうか頭が上下するんですよ。こう。そうだから私どこ見て走ってるのか分かんないんですけど定まってなくない？なんか、なんか頭が上下に動いてるらしくて。へえ。自覚はなかったから言われて気づいたんですけど。無駄な動きだよね。でも無駄な動きですよ。なんか頭を動かしても速くなんない。そうそう、後ろに行ってる時にちょっとなんかあまりなんかスピードは出せなさそうよね。確かに。だからなんか、じゃだから上がめちゃくちゃ動いてるのに下が足が全然動いてないからなんか変な、そう、頭だけ速いみたいな。やだ。気持ちがどうしてもなんか頭にいってるみたいな。足遅いのに頭だけ動いてるから本当になんか進んでないよみたいな感じになるらしくて。わあ、これやらなきゃいけなくなるよ多分。やだ。見たい人多いと。頭動かさない練習しますよ。50m 走入れるべきかな。あ、 50m がいいな、100よりは。頭だけ先に頭だけ、でもね、そう、頭だけ逆にね、頭だけ遅れちゃうかもしれない。確かに、ちょうど上に上がってる時にゴールしたら、ね、でも胸張ってる。あ、胸張ってるからそれはそれで正しいのか。そうだね、みんなこっから行くから、普通胸からこう張ってね、ゴールしますよね普通。そうだよね、いやでも運動会ちょっとマジでやりたいな。やりましょう、ね、ここまでちょっと長々と秋の話をそうです、ね、させていただいたんですが、はい、一旦リュードルの曲を聴いていただきたいと思います。はい、はい、それではユキアイドルの曲聴いてください。ユキアイドルで未来。じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい、うん、うん、あ、なんだろうね、まあ、よくわかんないですけど自分でもね。
足で進んでくるし、動いてないから大丈夫ですね。動いてる？やだやだ。ありそうでなかったけど今イエーイみたいな感じなんかあるんですよ。あー大
ダイナミック。あ、そう。歌いながらやろうよ。歌いながら。どこにどう持つ。あ、そうですね。コハゼーン、イエーイ。先ほどは何の秋っていう話をね、さっきはしてました。はい。マリさんはゲームの秋。はい。私はスポーツの秋にしなくてはならないと。はい。はい。あ、そうでしたね。メールが届いておりますので、はい、読ませていただきたいと思います。本日はマリさんに読んでいただこうかな。はい、頑張ります、ね、メールありがとうございます。クリエイターネーム沖縄大好きさんから、ありがとうございます。ありがとうございます。お休みだけど高山さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。美人でスタイルが綺麗で超可愛いリュードルのマイチュー&マリさん、ヤッホーイ。これ自分で読むのちょっと照れちゃいますね。いつもです、私。すごい、おおってなっちゃった。はい、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きっす。ありがとう。メッセージテーマ、ゆで卵は塩派マヨネーズ派と争いが始まり、結論はケチャップで決まりと解決した話ってどんな話よや、じゃなくてテーマはフリーで、はい、はい、お届けしてます。はい、さっきスプラトゥーン3の話などゲームの話が少し出てきましたが、はい、マリオパーティーのような操作のしやすいゲームもありましたが、お二人はマリオパーティーシリーズでよく遊んでた作品ってありますか？あとお二人はホラーゲームとか得意ですか？おお、ちなみに僕の家はマリオパーティー4と5があります。あとバイオハザードもあります。ゾンビ怖いよね。そしてマラソンの話も出てきましたが、中学高校バスケ部でしたが、走るのは体に苦手で遅くて、体育の授業でもちょっと噛みそうになっちゃった。体育の授業でも長距離とかシャトルランでもビリって言ってもいいくらい遅い方でした。バスケとか結構走り込みも多いのに遅い僕ってその話は置いといて、うん、2人はシャトルランとか長距離走は得意な方でしたか、とのことです。はい、ラップでもうなんか全部飛んでったけど、ごめんなさい。走るのはかなり苦手で遅くてラップ来ましたね。ちょっとごめんなさい。急にせっかくメッセージ送ってくれたのに読み方が、はい、はい、とのことですけれども、はい、ゲームの話ですよね。あ、ちょっと、あ、そ の, あのゆで卵の話一応しよう。私はマヨネーズ派です。わ、うん、かる。なんかさ、もともと塩派だったの私。でもなんかある日を境にマヨネーズ派になんか移行して。何があったんですか、その日。何があったんですか。なんかマヨネーズなんかつけたことなくて、そもそもなんかゆで卵に、あ、え、マヨネーズみたいな気持ちがあったんだけど、つけて食べたらうまくて、ねえ、天才ですよね。マヨネーズ合うやんってなって、そっからマヨネーズ派ですね。うん、結論はケチャップで決まりらしいですよ。だからさ、ケチャップ、ケチャップ美味しいのかな。いや、美味しいとは思いますよ。なんか目玉焼き的な感覚でいくんだったら、まあ、ケチャップもありかなって思うんですけど、ゆで卵っていうこのね、ゆでちゃうんだったらマヨネーズですよ。ああ、うん。ケチャップか、やったことないな。でも新たな発見でケチャップになる可能性あるよね。でも、もうどっちも混ぜてオーロラソースでいいんじゃないですか。美味しそう。もう世界平和じゃないですか。美味しそう、美味しそう。確かに、ね、平和ですよ。ね、そうだね。マリオパーティーシリーズ、マリも実は5が、あ、5か。うん、なんかもうさ、もう本当にゲーム疎すぎて、あ、なんか5まで出てんだってなったん。え、違うんですよ、5って、うん、あれですよ、私が小学校の時とかだから、本当になんか、まあ、下手したら10年前とか、もうちょい前だと思うんですけど、なんかぐらいにマリオパーティー5が、ゲームキューブで出たのかな、確か。で出て、私が初めてゲーム、このテレビにつないでやる方のゲームを買った、うん、買った時に、それがゲームキューブで、それにマリオパーティー5が言ってるね。最近 の, あのマリオパーティーに全部入ってる、今までのミニゲームが集まってて、すごい、はい、めちゃくちゃエモい気持ちになりました。エモいというか懐かしい。私が持ってるの何なんだろう、あれ。
スイッチのやつですよね。スイッチ多分全部入ってるやつじゃないですか。やば、それすごすぎん。多分ね、なんか増えてくやつ、なんかやってったらあれですよね、あのパーティーモードとかでこのスゴロクしながらミニゲームやって、あ、それもある。そのミニゲーム解放してってとかもある。でそれがミニゲームモードで遊べてみたいなやつです。 そのミニゲームが全部多分今までの作品から来てるやつなのかなみたいな感じですよね。あとバイオハザードもマリあります。バイオハザードってあのゾンビ恐竜、あ違う、え恐竜、それモンスターハンターじゃないですか。モンハンか。あバイオハザードはあれか、ゾンビのやつ。ゾンビですね。456やりましたね。全然わかんないな。やばい、なんかゲームの話がいっぱい出てきちゃった。そうだね。シャトルランとかもでもね話題出てますよ。私は長距離、あの中学の時長距離派なんでしょう、ね、はい長距離派で、なんかすごいあれなんですけど、中学3年生になってその長距離やってたんです。あ1年の時からずっとやってたのかな、うんうん、けど負けた、学校の中では負けたことなかったです。すげえ、これだけは自信ありました。でも、うん、学校の外に出るとね。そうだよね、うん、上には上がいますから。上には上がいるんでね、そこでねクーってしながら走ってましたね、長距離。すごいね。でもシャトルランもめちゃくちゃなんか負けられなくないですか、始まったら。でシャトルランでしょ、私抜けられないんですよ、諦めきれなくて。どうだったかな、あんま覚えてないけど、でもなんか、ああ覚えてないけど、なんか80何回とか行くまでなんかみんなでやってましたね。すごいね。バスケ部でやるんですよ。すごいね。その時期になると、体力測定の時期になると、はいはい、でなんか始まったら負けられないじゃないですか、周りがねいるから余計になんか増えるみたいな。うわ、何回だったかな、覚えてないんだよね。うん、高校の時なんかそもそもスポーツじゃスポーツだけどダンス部だったから、あがっつりしたスポーツ系のなんか部活じゃなかったから。あ確かに、なんか走り込むイメージはないですよね。そう走り込んでなかったから。何回だったかな。でも私もシャトルランは小学校までで、中学からなんか1500だったっけ、そうなのに変わったんであんまり記憶ないな。中学高校どっちもやってたけどあんま覚えてない。なんでシャトルランの音ってあんな怖いんですかね。怖いよね、めちゃくちゃ怖くないですか。あれトラウマレベルよね。なんか感情ないよ、なんか永遠と同じね音を聞かされて走り続けて同じことをやり続けてみたいな、10回目みたいな、たまにアナウンス入って言ってたね怖っと言ってたね。あれ忘れられないですよね。確かに言ってたわ。あれ怖くないですか。衝撃、そうじゃない、うん、へえ。うん、あんま覚えてないけど、なんか高校の時なんかすごい文化系って言ったらちょっとあれだけど、なんかコースが運動しない感じのコースだったんよ、うんうん、みんななんか部活もそんなになんかスポーツ系の部活に入ってる子が少なくて、うん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 、クラスの女子の中ではなんか2番手ぐらいだったよ。おー、高校の時はね。なんか嬉しいのかなそれってって思ったけど一人でも一番残ってた子はあのなんか陸上、うんうんうん、で多分やってた子で、あでその子の次みたいな。すごいですね。そこはちょっとだけ誇れる。うんうん、なんか、まあ、でも周りがあんまりスポーツしてなかったから。あそうそうそう、私高校の時なんか長距離走やった覚えないです。あそもそも走った覚えない。そうなの。なんかずっと体育館でバスケかバレーやってた気がする、うん、3年間。えいいのそれってわかんないけど授業であるよね。でもなんか1500やったっけ。私はあった。なんかすごい嫌だった。外走らされる。わかんない、覚えてないな。高校はバスケとバレーしかしてないかもしれない。すごいねそれ。あ、羨ましいけど、ね、一回だけなんか外出た気するけど覚えてない。なんかシーズンによって三冠奥から選ぶじゃん。え、あそんな感じだったのよ。なんかシーズンによって、
なんか3科目ぐらいから選ぶんよ、うんうんうん、2科目か3科目ぐらいから、うんうんうん、簡単に言えばバレー、バスケ、ハンドとかで、あ、はいはい、人数制限あるんだけど、うんうん、なんかその3つの中からなんかどれがいいみたいな感じで選んで、このシーズンはその今日なんか体育の授業はそのスポーツしてみたいな感じだった。あ、なんか、なんか高校の授業覚えてないや。進撃のメイちゃんさん、この番組初めて聞かせていただいてます。インスタ投稿見てありがとうございます。ありがとうございます。やった、嬉しいね。嬉しいね。結構ね、なんかなんか何ですかね、スポーツの話はね、スポーツの話がめちゃくちゃ盛り上がりますね。広がっているですが、はい、ここでちょっと一旦 CM 始めます。はい。ああ高校の時外走ってたけどな、うん、待って、私もゲームキューブの話したい。私もゲームキューブ今も現役で動くんですよ。すごい。なんか四角い正方形のなんか立方体みたいなのがゲーム機があって、それで一回壊れたんですよ。けど買いまして、買い替えて大事に大事に、あのマリオサンシャインとかマリオパーティーとか、わかります？めちゃくちゃ面白いんですよ。面白いよね。私もそこでゲーム面白いなと思って。つなげるやつではない、つなげるやつではない。ああ、テレビにつなげるやつで、あ、こういうやつ、あ、四角いやつ、マジで正方形ですよ。で、なんかこういうさ、上になんかピッて押したらペカーってやって CD みたいなのに入れるんですよ。ちょっと違うよ。ああ、違うんだ。私が知ったのはあれ、このカセットこうやって入れるやつ、ファミコン、ファミコンかな。やばい、64かな、やばいやばい、64かな、古っ、64、古いこんな色、やばい。あ、やっぱマリオサンシャイン面白いですよね。へえ、マリオサンシャインは最高。うん、本当に四角いんですよ。だからキューブっていうの、うん、楽しかった。ファミリーですよ。全然知らない。ゲームのことじゃなさすぎて家にあるやつしかわからないやん。あ、昔前の家にそのあれがあったから、うん、あったから。64かな、64はスマブラのイメージが強いんですよね。へー、なんかスマブラスイッチしか大学の、じゃあそろそろ行きます。はい、終盤戦、終盤戦。本日は9月ということで、丸々の秋の話や秋についてですね、主に。秋の話してたっけ？秋の話してないか。スポーツの秋。まあまあ、スポーツの秋。中心に話を。中心に話が進んでますね。進んでいきました。はい、はい、ね、はい。いつもここで告知をするんですよ。ああ、そうですね。そうですね。ここで告知をするので。はい。じゃあ、マリさんに告知、告知担当マリに。あ、じゃあ週末のライブを、ね、そうですね、じゃあ告知させていただきます。はい、はい、今週の日曜日9月25日に、はい、アウトプットさんでセイラさんの全国ツアーに私たちも出演させていただきます。本当にこちらなんかなんていうんですかね、お昼ぐらいから、そうだね、会場が11時半で開演が12時、なのでぜひぜひね、琉球アイドルとセイラさんとハイビスクラブさん出演させていただきますので、ぜひぜひ琉球アイドル撮影もできますしね、一緒に楽しんでいけたらいいなって思うので、ぜひぜひご来場ください。予約は琉球アイドルのホームページからできるので、はい、ホームページの方に、はい、ツイッターにもあるので、ぜひぜひそちらからご予約の方お願いいたします。はい、そしてそしてリケードル毎週火曜日にサイバーボックスさんというライブハウスさんでライブを定期的に行わせていただいております。
こちらはなんと会場19時45分、開演20時です。本当に毎週やってるんで、はい、毎週やってるんで、来週の27日、9月の27日もライブあるので、そうだね、はい、当日料金で1500円で配信もあります。うんうん、なんか予約しないと入れないとかそういうのではないので、そうフラットフラット、雪アイドルってね、なんじゃなんじゃみたいな、フラットな ね、なんかすごいゆるくはないんですけど、でもアットホームな雰囲気で、まあ、独特かもしれない、はい、週末とは週末とはねちょっと違うかもね。なんかどちらも今琉球アイドルではあるんですけど、週末ではなくてこの自分たちでなんかいろいろとこういうことしたいみたいなライブを結構定期ライブでやってるので、週末とはやりたい放題、そうですね、やりたい放題やってるので火曜日、あ、ありがとうございます、スケジュール載せてくれましたね、あのツイキャスの方のあのメッセージ欄の方にスケジュールまとめ載ってますので、こちらからありがとうございます。ね、そうなんだよね、なんか週末どちらかといえば対バンが多いので、うんうんうん、なんかもうバッチバチなんよリュードルなんか戦闘力みたいな、戦闘してますね、そうバチバチみたいな感じ、対バンしてるんで、そうそう、で、定期ライブはね先ほども言ったように、うん、割と自分たちのしたいことをそこで割とやってたりとか、うん、まあ、ゆるくはないんですよね。例えばなんか浴衣でライブするとか、うん、最近やったんですよね。そうそう、浴衣着て衣装変えたりとか、とか企画ごとやったりとか、スーツでライブした時に確か企画で、うん、あのなんていうんですかね、常識力チェックみたいな、そうそうとかね、あのいろいろとメンバーの個性全開みたいな感じが定期ライブなのかなって思うので、そうそう、まあ、アットホームな感じでやらせていただいていますが、1時間ノンストップでね、はい、やってるので、そこはねもうバチバチなんですよ、そうそうそうノンストップで見れるので、はい、1時間ずっと踊って歌ってるので、そうそう、ぜひぜひ、ね、定期ライブも毎週火曜日なので、そう来週来れなくても次の週もあるしね、そうそうそう、ぜひぜひ遊びに来てください、ね、お待ちしてます。はい、その他にもね週末10月のイベントもあるし、あと福岡遠征もあるんですよね、行きます、はい、あ行きます、はい、10月の29と10月の30日が琉球アイドル福岡遠征あるので、行きます、はい、福岡にライブしに行くのでぜひぜひ福岡の皆さん遊びに来てほしいし、はい、沖縄の皆さんも、ねね、予定あったら一緒に福岡行きましょう、ぜひよろしくお願いします。10月が割といっぱいライブ入りまくってるの で、ね、はい、フェスとかもいっぱい出演させていただくのでね、たくさん会えるよ、会えるよ。あ、ぶんのじさんから福岡へ来て、福岡来て、来たらいいよ。きよさんが前の定期お二人の髪型とても可愛かったです。ありがとうございます。前髪何してた？前髪切った。切っただけ。この髪型ってことで。今だいぶ短くて、なんか顔のラインが見えるぐらい短く髪切ってます。私はお団子お団子してましたね、久しぶりにやった、あれ、うん、幼いねって言われたああ幼いね、髪結べなくなっちゃったんですよ ね、 ね、どうしよう、結構編み込んだらいいんじゃん、もう短い毛を引っ張って引っ張ってみたいな、編み込んで、ね、みんな福岡行きたいって言ってくれてる、あーね、おちいさんも福岡来てね、来てほしいなMJ さん福岡すげえね、福岡美味しいご飯たくさんだからね、そこも楽しみなんだ食べ物食べ物だ、いいじゃないですか、そうだ ね、 ね、最近遠征先でいろいろ食べてるから、割とねなんかゆっくりできるよね、うん、嬉しいわ、嬉しいね、ライブもいっぱいしたいけどね、ライブもいっぱいしたいし、美味しいのもたくさん食べたいし、たくさん食べたい ね、 ね、みんなで楽しみましょう、うん、ね、福岡楽しみ、うん、これからいろんなところに行く予定ではあります、うん、はい、なんか福岡に限らずね、そうそう、なんか私のなんかお礼ツアーみたいなところがあるんではい、そうそう、行きたいとこ行くぞ、ね、みたいな、うん、行きたいとこっていうか行けるところにね、そうだね、その行きたいと思って行けるとこに行けます、うん、ね、いろいろとね場所ね、行けるところ限られてはいるけど、でもねいっぱい遠征したいなとは思ってるので、ぜひぜひ一緒にみんなで全国回りましょう、わ、現地の方もね、現地の方がね来てくれると、ね、会いに行きたいし、
会いに行きたい、うん、会いに行きたい、会いに来ましたみたいな感じですよね。そうね、最終的にはみんな沖縄に来ていただいて、ね、沖縄に集合しようね。ね、ワンピースみたいな、シャボンディ諸島で、また会おうなみたいな感じで行く、また会おうなって全国回って、あ、そうだね、じゃあそれ言ったらいいね。各地行ってまた会おうな、ね、沖縄で待ってますって、ね、言ったらいい。うん。ああ、埼玉のゴーさ さん初見さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もう終盤になっちゃった。そうなんですよね、あと40秒程度しかないんですけど。はい、リュキアイドルです。はい、よろしくお願いします、ね、久しぶりに出演できて楽しかったです。よかったです。あっという間でした。あっという間だったね。うん、とってもすごいいろんな話、スポーツの話ばっかりでしたけど、ね、ゆで卵の話が印象強いです。プロがやばい。ラップはちょっと、ラップの方がやばい、はい、また来週もねこの時間で放送してるので、うん、はい、ぜひお付き合いください、はい、それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。